皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はペルソナ Q2 ニューシネマラビリンスのファミ通紹介をしていきたいと思います。では今回はペルソナ3特別課外活動部のキャラメンバーを紹介します。アイディス、キャラクターボイスは坂本麻也さんです。シャドウ制圧を目的に作られた対シャドウ用人型兵器で、ロボットながら自我を持ってペルソナを召喚できる何々でありますが口癖です。続きまして、新垣慎二郎、キャラクターボイスは中井和也さんです。ペルソナ能力を持って主人公の先輩にあたる月光学館学園高等部の3年生で、口は少ないものの面倒見はよく、主人公たちの兄貴分的な存在です。真田とは幼馴染です。真田昭彦、キャラクターボイスは緑川光さんです。ボクシング部の主将を務める少年で、落ち着いた態度の中に強い情熱を秘めています。過去の出来事をきっかけに強さを求めています。トレーニングとプロテインが大好きです。続きまして、ペルソナ3男性主人公、キャラクターボイスは石田明さんです。月光館学園に転入してきた高校2年生で、口数は少ないですが何事にも動じない強さを持っています。ワイルドの素養を持って特別課外活動部のリーダーを務めます。続きまして、ペルソナ3女性主人公、キャラクターボイスは井上真里奈さんです。ペルソナ3ポータブルで選択できるもう一人の主人公で、特別課外活動部のリーダーを務めるワイルドの素質を持っています。続きまして紹介するのは伊織純平、キャラクターボイスは鳥海康介さんです。明るくノリのいいお調子者で、特別課外活動部のムードメーカーで、誰とでも仲良くなれる気さくな性格ですが、調子に乗りすぎてゆかりたちに叱られることもあります。では続きまして、霧城満、キャラクターボイスは田中理恵さんです。世界的な企業、霧城グループの令嬢で、その立場に恥じぬハイスペックな才女で、学園の生徒会長と特別課外活動部の部長を務めています。怒らせると処刑間違いなしでしょうか。では続きまして、竹場ゆかり、キャラクターボイスは豊口めぐみさんです。主人公のクラスメイトで弓道部に所属する快活な少女で、その容姿も相まって男子からの人気は高いですが、本人は割と冷静で、幽霊が大の苦手で、怪談話にはめっぽう弱いです。続きまして、天田健、キャラクターボイスは尾形めぐみさんです。小学生にしてペルソナ能力に目覚めた月光館学園初等部5年生で、年の割に聡明で大人びた一面を覗かせますが、それが明日というよりちょっと背伸びしているようです。コロマル、キャラクターボイスは不明で、ペルソナ能力が覚醒した柴犬で、現在は主人公たちと共に学生寮で暮らしています。漢字で書くとコロマルですね。トラ、オオカミ、マルと書いてコロマルと読みます。続きまして、山岸風花、キャラクターボイスは野戸まみこさんです。おとなしく引っ込み思案な性格の少女で、心は強く軽い、戦いではナビをして、情報収集に長けたペルソナで仲間を支援します。メカに強く機械いじりが趣味です。そうですね、本作で初めて登場する人物は光、キャラクターボイスは福縁美里さんです。映画館で出会う少女で、会話が苦手なのか、凪の方でにうつむきがちです。続きまして、凪、キャラクターボイスは井上菊子さんです。映画館の支配人で、ここで何が起きたのか知らずに困惑している様子です。どう、キャラクターボイス不明で、映写室にいる怪しい生き物で、その正体は謎です。シリーズでおなじみのベルベットルームもあります。カロリーヌとジュスティーヌ、キャラクターボイスは豊崎亜希さんです。そしてマーガレット、キャラクターボイスは大原さやかさんです。
そうですね、合体で新たなペルソナを作り出せます。生贄合体も活用できます。合体後のペルソナの能力が事前に分かります。その他、特別上映で絆を育むことも可能で、美少女ナビゲーター3人の連携もあります。エリザベス、キャラクターボイスは沢城みゆきさんです。ペルソナ3のベルベットルームの住人で、エレベーターガールのように低調な口調でありながら言動はかなりフリーダムです。続きまして紹介するのはテオドア、キャラクターボイスは諏訪部純一さんです。こちらはペルソナ3ポータブルで登場した穏やかな性格の青年で、本作ではこの姿はエリザベスの無茶ぶりによるものだそうです。ショップで装備を整えられます。またすれ違い通信でペルソナを交換することも可能です。マリー、キャラクターボイスは花澤香菜さんです。どのペルソナを、ペルソナ4ザ・ゴールデンで初登場した少女で、ペルソナ Q2 でもベルベットルームにいてすれ違い通信関連の担当をしてくれます。まあそんな感じですね。まあ敵の弱点をついて優位に立ちましょう。ラビリスを徘徊する FOE にドキドキ、挑むなら相応の覚悟をしましょう。キャラクターが好きなら間違いなく買いましょう。スタバとフーカとみんなで濃厚な大冒険。キャラクターの魅力が伝わるイベントが目白押し。彼女の支えで僕らは戦う。ダウンロードコンテンツでペルソナ Q2 がさらに楽しくなります。ナビボイス、ジュスティーヌとカロリーヌ、ペルソナカグヤ、守備に長けた月のペルソナです。新規ペルソナも稲橋のウサギ、ビビアン、クドラク、ケルフ、ゴモリー、ハルパス、ビフロンス、ロンギヌア、ロンギヌスなどがいます。まあそうですね、やはりいろいろと、その他表紙イラストのクリアファイルを抽選で50名様にプレゼントされるそうです。オープニングアニメの絵コンテを一部もすでに公開されていますね。なんかベンチに座っているメガネをかけた少年が、いやこれはペルソナ5の主人公ですかね。まあそんな感じで今回はこの辺でペルソナ Q2 ニューシネマラビリンスのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。